昔のオラたちのとこに出発。皆さん、これから僕たちの行く世界には絶対に手を出さないでください。もしそんなことをしたら、現在や未来の歴史が変わってしまう。それだけじゃない。下手すると皆さん自身が消えてしまったりするかもしれません。うん、お、この時代は俺と悟空が無天老師様の修行している頃だな。悟空、あれ、悟空は、だから無天老師様は亀仙人と言われてるんですね。亀のじっちゃんの修行のおかげで初めて天下一武道会に出ることができたんだ。よし、じゃあ今度は私もいるところね。クランクス、お願いね。